アラちゃんは今フィリピンはセブ島の東隣ボホール州に来ています。今バリカサグに船で向かっているところです。今日はね、昨日とは違うボートですね。同じようなバンカーボートなんだけど違う船です。1本目ではタツカマスの軍団に再び出会い、2本目ではカメの喧嘩は背中カキカキポイントの奪い合いであることが判明したのでした。この日は3本目もバリカサグ島で潜りました。真っ白で綺麗な海牛がいます。ここの隠れクマノミはイソギンチャクの毛足が短くてうまく隠れられないようです。クマノミが住処にするイソギンチャクは生涯ただ一つで、住むだけではなくしっかりとイソギンチャクの面倒を見るのだそうです。アデヤカニセツノヒラムシ、まあ海牛の平たい版ということでいいんじゃないでしょうか。グルクマは相変わらず忙しそうです。しかしどこへ行くでもなく、ただ右往左往しているだけなんですよね。一斉に U ターンをして来た道を戻って、はい、お帰りなさい。これは3、40センチありそうなのでオニカサゴでしょうか。ここまで汚れているとなんだかよくわかりませんでした。こんにちは。あれ逃げちゃった。もしもし、こんにちは、こんにちは。とってもシャイなウツボくんでした。なんかやたら目立とうとしている人がいますが、僕は魚を写しているだけですよ。盛んにニギニギしています。これサンゴなんですよ。動くサンゴ。サンゴは動物ですので、このように激しく動くものもあるのです。うわ、すごい数のスズメダイ。そしてこちらの青っぽいのはデバスズメダイでしょうか。大きなテーブルサンゴ。延々と続くサンゴの草原。1カットで見ていただくことで、ここが一つの別世界であることが実感できると思います。まさにダイバーズヘブン。これだけの広さのサンゴの野原にこの数と種類の魚が集まっているポイントはそうそうないと思います。今上を横切ったのはツムブリのようですね。群れはタカサゴとササムロが混ざっているようです。
どちらもいつもは中層を高速で泳ぎ回っています。このようにサンゴの上でまったり群れているのは初めて見ました。こちらはフタホシフエダイ、ホソフエダイと呼ばれていましたが、2021年に正式な和名が付けられたようです。ミノカサゴは綺麗といえば綺麗なのですが、ちょっと悪魔っぽい感じもしますよね。あるいはクモとかカマドウマとか。敷き詰められたサンゴの上で生活するカメって考えようによってはとっても贅沢じゃないですか。人です。陸生の生物ですが、たまに泳いでいます。こうして見ると魚たちも人とダイバーが同じ生き物だとは思っていないことでしょう。3本目が終わって、ホテルへ帰るところです。なんといっても普段着き場がホテルの前なので、まあ楽ですね。アロナビーチまで40分ほどかけて帰ります。今日もメインターゲットであるギンガメアジには出会えませんでした。最終日には出会えるでしょうか。また例によってラストダイブのお楽しみでしょうか。今回はスピードボートに乗り換えます。このような小さな連絡艇をフィリピンではスピードボートと呼びます。はい、帰ってまいりました。帰ってきました。今日もバラクーダーたくさん見ましたね。バラクーダーだったね。銀河見なかったね。銀河明日頑張ろう。銀河はお留守だね。まあ僕らが頑張っても別にいたりするのじゃないんだけど、アラちゃんがカメラ忘れたり、カメラの電池が消える頃に現れるよ。あ、そういう頑張りが必要だね。それな。夕飯はトライシクルでフィリピン料理の店に来ました。はい、今日のね、ガイドさんの、レナさんのおすすめのお店に来ました。この量はすごい。ソフトドリンクはこのサイズです。2人で行けるじゃん。どんな？美味しいです。マンゴーのシェイク、女性アイスティーのシェイクでした。アラちゃん上ね。おはよう。私もレモン氷。なんか一瞬シュワシュワしたの。レモンティー。下のレモンの味がする。下の方にもすごい。ね、もう完全にね、そう、柑橘系のジュースの味。ティーの味がほとんどしない。キューカンバージンジャー。キュウリのジュース、これね、フィリピン名物の一つなんですよ。微妙な味。喧嘩しそうじゃないでも。キュウリの味しなそう。なんかね、いや、ビュッフェについてくる安いメロン。味しないやつ。味しない。実は宇宙人だ。ジュルって。実は宇宙人。ジュルって。来たよ。謎の料理が来ました。辛くないバージョンに来てもらったんだけど。スープめちゃくちゃ辛い。うわ。うわ。シャレになる。マジでちょっと食えないこれ。そうだ、ちょっと短いじゃない。これ
アスペリジじゃ辛いところを食べたのかもしれない。あ、この緑のやつは唐辛子だよ。こういうなんか葉っぱを煮込んだようなもの。なんだろう。何かはさっぱりわからない。キャベツ。カレースープで、麺入りのカレースープ。もう匂いがすでに辛いです。で、しっかりココナッツカレーに麺が入ってる。辛さは辛ラーメンぐらい辛い。焼きナスチャーハン。ナス、まずはナス。これは普通に焼きナス。味は普通にチャーハンです。ダメだ、辛くて結局俺は食うもんがない。ポークマリネとサフランライス。もうこれしかない。俺に食えるものはこれしかない。ボホールのトライシクルはサイドカーに囲いをつけたものではありません。ちゃんとした個室のミニタクシーになっています。捕まるところもドアも完備。150ペソでした。アロナビーチには世界的に有名なハンバーガーショップが隣り合って立っています。スマイル。これなんでこれ日本でもあるよ。こちらは日本にはない店。チョコレートサンデー、マンゴー、なんだろうこれ、バコ、ブコパイ、マンゴーパイ。チェリービーン。まずはヤンチーズバーガー。ヤンチーズバーガー。お、うん、結構いってる。ラミヤミヤム。ラミ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 だった。マクドナルドとどう違う。違う、大体こっちの方が甘い。パンが甘い。僕は正直日本のマクドナルドもめったに食べないから、2つ出されてどっちか当てろって言われてもマクドナルドと区別がつきません。マンゴーパイ。これ何、マンゴーパイ。まあマンゴーパイもね、甘いよね。マンゴーが甘いからね。マンゴーパイ美味しいですね。すごく甘くて。お土産屋さんを覗いてみます。定番のお土産ドライマンゴーも1袋310円程度。ココナッツチップスは美味しいらしいです。このコーナーには石鹸やオイルといったココナッツ製品が置いてあります。これはココナッツワイン。こちらのお店はサングラスやバッジなどのお決まりの小物。サンダルやキーホルダーといったところです。あとは寝るだけ。フィリピン式のエキストラベッドはこんなものです。ダイビング最終日、メンバー表にアラちゃんの名前がありません。これで音も取れるんで、みんなでおしゃべりを取りましょう。私、歌ってあげるか。はい、じゃなくて、はい、笠原さんはこれ加えといて。かわーわー。はい、加えといて。はい、OK。 はい、OK。 静かだった。バリカサグでのラストダイブ。前方に何かを発見しました。ついに出会えた銀亀アジ。やっぱりラストダイブ。